ベートーベンの作品が20世紀にどのように解釈され演奏されてきたか、それはとても興味深いテーマです。私はそのことをザルツブルク音楽祭を訪れた指揮者たちを通して探ってみようと思います。ショルティはベートーベンの解釈の大家だと言えるでしょう。彼の解釈はそれまでの解釈の批判にとどまらず、常に創意と活気に満ちています。これがショルティだ、これがベートーベンだという世界を作り上げてしまうのです。ベートーベンは私のスタイルを大きく変えてしまいました。私はニッケ種やフルトベングラーの伝統から始めました。重々しくもったいぶったシリアスなスタイルです。フルトベングラーは交響曲第5番をこのように始めました。私はそれを壊しました。以前はもう少し遅く、このくらいのテンポで長年演奏していました。ところがある朝、楽譜を見ていて突然ひらめいたんです。104というテンポはとても速いんですよ。どれほど速いか見てください。このメトロノームは私の良き友です。これが104ですよ。とても速いでしょ。これがアレグロコンブリオなんですよ。Bitte, nicht das übliche. Takt eins nicht. Bam, 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 bam. Es hat so ein Bart. Warum? Bam, 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 bam.Das ist, was geschrieben hat. Runter, runter. Runter. Ein bisschen beißen. Ja.許せないのは交響曲第2番の第1楽章。みんなこうやります。でも彼はこう書いているんです。これでは早すぎて演奏できません。今夜は98で行くつもりです。譜面通りですよ。
もちろんこのテンポでやれば自然に軽快さが出てきます。Ein Feiertag, kurzes Pikatos. レッジェロ、軽やかに。この曲のスフォルツァンドは象のように重々しいスフォルツァンドではなく、軽快なスフォルツァンドでなければならないのです。Papa, ich glaube, ich beginne zu spät. Darf ich mal dieses Motiv? Cello, Cello, Braccio, Kontrabass. Das ist 88. Jetzt noch eine Bitte. Ohne den kleinen Notenakt. Ist nicht. Papa, Papa, das will ich ja nicht. Nur nicht zu spät werden. Papa, da, 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 einmal, noch einmal und dann lässt ich sie in Ruhe. Komm. Nicht hängen, nicht hängen. Da, 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 da. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Hübsch, bisschen mehr. Ja, und mezzo piano. Ja, in diesem Post. Ja. Okay, subito. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, nicht spät. この軽快さはヨーロッパの、特にウィーンやベルリンの伝統なのです。イギリスにはこの伝統はありません。彼らは一緒に演奏するというより、私の後について演奏するという感じです。トスカニーニはいつもリズムに乗って演奏しました。アメリカのオーケストラはいつもそういう演奏を自然にやってのけます。彼らにリズムを指示する必要はありません。Jetzt!
ベートーベンの速度記号について簡単に言うことはできません。なぜならベートーベンの耳が聞こえなくなった時、机に向かって書いている彼の時間に対する感覚はコンサートホールに立って音楽を表現する時の感覚とは大きく違っていたはずだからです。ベートーベンの速度記号はあくまでも解釈の参考程度に使われるべきだと私は思っています。ベートーベンの速度記号については昔から議論があります。どのように速度記号が記されたかというと、ベートーベンによればシンドラーが記したというのです。彼の人生にとって邪魔者だったシンドラーが気が向いた時にやってきて勝手に好きな数字を書き入れたというのです。ですから速度記号にあまりこだわる必要はないでしょう。しかしところによってはベートーベン自身が書いた速度記号もありますよ。確かにそれは全部間違いだということもできるかもしれませんが、ベートーベン自身の手でもメトロノーム記号は書かれているのです。コンサートでは本当にいろいろなことが体験できます。オーケストラで演奏していてもです。数ではとても表せないほど多くのことが体験できるのです。違う、もう少し時間をかけてとある指揮者は言います。でも基本となるテンポはこうです。また別の人は止まりそうなほどゆっくりと言います。面白いことにテンポには生理的な問題も関係してきます。フルトベングラーは年を取るにつれてテンポを落としていきました。私はベートーベンの第7番が恐ろしくゆっくり演奏されたのを聞いたことがあります。なぜそうなったかというと、おそらくは聴覚の衰えのために音が自分の方にやってくるのを待つようになってしまったからでしょう。ですがトスカニーニは反対に、年を取るにつれてテンポが速くなりました。耳が遠くなり、心理的に音を先取りするようになってしまったのでしょうね。第二楽章、美しいラルゲット。ラルゲットはアダージョではありません。そんなに遅いテンポではないんです。私はこのくらいの速さだろうと思っています。ラルゲット92です。よく聞かれるのはラルゲット60です。それだと重々しすぎます。
重々しさが出て違う性質を帯びてしまうんです。Ich kann dich wie ein Idiot taktieren, so. Bitte, liebe, erinnern Sie mich daran, dieses Tag. Deutsche. He is not Mozart. Beethoven war Mozart より Haydn に近い。同じ軽快さでもモーツァルトよりハイドンの方に近いのです。Und unter. Und jetzt sowieso steht da. Ja. Jetzt bitte kurz. Keine Angst vor Staccato.交響曲第2番にはユーモアのセンスがふんだんに盛り込まれています。ベートーベンはとても面白い男だったに違いありません。いい話し相手になりますよ。偉大な指揮者ショルティについて今さら改めて何も言う必要はありませんが、彼が演熟期に入ってますますダイナミックになっていくのは驚くべきことです。まあ、え
確かにメトロノームでテンポを決めることはできます。しかしそれは大雑把な目安にしかなりません。例えば優れた音楽家だったニーノ・ロータは夜寝る前にメトロノームでテンポを決めても翌朝にはそれを変えなければならないと言ったものです。朝いいなと思うテンポと前の晩のテンポは全く違っていたのです。シェーンベルクが速度記号やメトロノームの数字というのは最初の小説については有効だと言ったことがありますが、私に言わせればとんでもない話です。ベートーベンの曲だけではなくショスタコーヴィッチの曲でもそうなのですが、メトロノームのそばに座って演奏することはできません。いや、演奏することはできてもそれでは生きた音楽にはならないのです。もし無理やりメトロノームのそばで演奏すれば全く支離滅裂な音楽になってしまうでしょう。まるで昔の水泳の教え方みたいですね。ほら、椅子の上に腹ばいさせてこう動け、こう息継ぎしろとかいうあれです。周りは空気ですからそういう動きは簡単ですが、一旦水に入ると途端に水の抵抗が邪魔をし同じように動くことはできませんよね。作曲家が自分の頭の中で考えて速度記号を書くのもそれと同じなのです。作曲家が作曲をしているとき、作曲家はその時間の中だけで生きているんです。テンポとかメトロノーム記号だとか、そういう作曲家が指示したものは作曲が終わって作品が演奏される段階になるともはや何も意味をなさなくなってしまうのです。興味深いことに、この交響曲のスケルツォにベートーベンは速いテンポを指示していません。たったの100です。またこの友達を使いましょう。とても役に立ちます。速度を知るだけでなくテンポを保つためにもね。人は信じられないほどテンポを変えてしまうものです。ベースそして最終楽章は152。これは極めて速いアレグロモルトです。非常に速いテンポです。私はここまで速く演奏することはできません。速すぎます。見てください、152ですよ。ほらはい、速い。私は148ぐらいです。重々しさは避けるべきです。それから全ての楽章がこう終わっています。本当はそれは3回でなければならないのに2回しかない。
だから私は最後までテンポを変えないのです。Leise, auch der Dick. Ja. ムーティの演奏はロマンティックで英雄的です。彼は極めて個性的にベートーベンを解釈するところがあります。しかし彼は何が何でも新しい方法を見出そうとするタイプではありません。いい演奏さえできれば新しいか新しくないかにはこだわらないのです。そして彼は確実にいつもとてもいい演奏にまとめ上げてしまいます。Very well, which he does.1800年代、ベートーベンの音楽の解釈には2つの流れがありました。一つはメンデルスゾーンを中心とした流れ、もう一つはワーグナーを中心とした流れです。2つの解釈が大きく異なることは明らかです。軽やかでさらりとしたメンデルスゾーンの解釈、それに対しもう一方のワーグナーの解釈は壮大でロマンティックです。ワーグナーはベートーベンの作品を演奏するときにもワーグナー流で通しました。この二つの流れの影響で現代に生きる演奏スタイルが築き上げられたのです。もちろんワーグナーの解釈の方が優勢でした。
しかしワーグナーを真似てベートーベンを演奏する傾向が優位を占めていた今世紀初めにも、一方でワーグナー的でない指揮者たちもいました。例えばリヒャルト・シュトラウスです。彼は作曲家としてだけでなく指揮者としても偉大でした。幸運にも当時録音された彼のベートーベンの演奏がいくつか残っています。その録音は私たちに多くのことを語ってくれます。とてもあっさりした運命です。つまり壮大さを保ちながらもさりげない、これがドイツ流なのです。そして今日少しずつ新しい解釈が見出されつつあります。これまで長い間テンポを遅くし強調するという演奏の伝統がありました。リヒャルト・シュトラウスはこの伝統を破った最初の人でした。フェルマータに近づいていくとき、リタルダンド、つまりだんだんゆっくりしながらフェルマータが来ることを予測させる必要はないのです。車が止まる前には絶対にスピードを落とさなければならないのですが、フェルマータは予測のできないドラマティックな到達点であるべきなのです。さまざまな楽器のすさまじいクレッシェンドが重なり合い、そして最後にティンパニーとトランペット、ホルンの並外れた力が加わる。この時最後までリズムを変えてはいけません。私は決してテンポを緩めたりはしません。緊迫し差し迫った不動のリズムの中に突然ものすごい瞑想の瞬間が訪れ、全てが一瞬にして止まってしまう感じを出したいのです。
しかし場合によっては毎晩少しずつ違うやり方をします。なぜなら小さなフレーズに決まりはないからです。その都度このゴールにどのように達するかを考慮して連想する必要があります。時にはとてもドラマティックにそこに到達するので、オーボエ奏者はどのようにそこに到達したかを踏まえてその後のフレーズを作らなければならないのです。悲しく辛くメランコリックな瞑想の瞬間がフィナーレへと続きます。フルト・ベングラーは1937年にベートーベンの交響曲第9番を指揮しましたが、それはトスカニーニのやり方とは対照的でゆっくりなものでした。いわゆるロマン的要素が強くて極端に主観的なフルト・ベングラーと近代的で客観的なトスカニーニとの間に並々ならぬ対立があったことは語り草になっています。しかし今では同じ楽譜に2通りの読み方があるということは常識になりました。トスカニーニは楽譜に忠実に音楽を表現する典型的な指揮者でした。彼は楽譜の記号よりも勝手に早く演奏したり、逆に遅く演奏したり、拍を伸ばしたり、過剰にテンポを遅くすることを嫌ったのです。トスカニーニがフルト・ベングラーの練習を聞いて、このひけらかし野郎と叫んだんですよ。フルト・ベングラーは私にとって最も偉大な指揮者でした。私は彼からとても多くのことを学びました。今日ではさまざまな評価がありますが、私にはワーグナーのようなロマン主義的な考え方やその時代の音楽家たちが言ったことの全てに影響された時期がありました。例えばアダージョはできる限り緩やかに演奏しなければならないという考え方です。その意図するところは間違いではないでしょう。フルト・ベングラーはワグナーが作り上げた一つの時代の終わりに位置していました。これに対しトスカニーニはその伝統と全く縁のないイタリアで活躍していました。彼は楽譜を正確に読むという伝統をイタリアに残しました。
非常に唐突なのです。普通はクレッシェンドするんですが、ベートーベンは平凡なのが好きではありませんでした。これは突然のきらめき、突然の宣告、あるいは突然のシグナルのようなもので予知できません。ベートーベンはこの唐突さを求めているのです。普通はこうです。でもこの普通でないのがベートーベンなのです。ベートーベンのダイナミズムには驚かされます。それは音色やハーモニーや対比、そしてメロディーのダイナミズムだけでなく、演奏者の自由な創造性を引き出すダイナミズムです。オーケストラと歌を組み合わせれば最も直接的な表現ができます。オーケストラはもともとオペラのために生まれたということも忘れないようにしたいものです。こういう演奏とは全く違う見方をする指揮者もいます。彼らは自分の音を作り上げようとしています。例えばこういうふうに、
もし指揮者がこういうふうに叩きつけると演奏もそのようにきつくなります。でもこうすればそれに合わせて演奏も柔らかくなるのです。ムーティは柔らかい方を望み、逆にラトルやアルノンクールはもっと強くアクセントをつけるように求めました。オーケストラは同じでも解釈は違って当然です。もし150年以上同じ解釈で同じ演奏をしていたら、その方が変ですよね。私たちは伝統の中に過去の偉大な演奏家たちの痕跡を見出すことができます。オーケストラが受け継いできたその素晴らしい伝統こそが若い作曲家たちの心の中に残るのです。伝統というのはリレーで運ばれるオリンピックの聖火のようなものです。誰かが誰かの演奏を聞いて、ああこういうふうに演奏するのかと思って同じように演奏する。それでも人によって演奏の違いは出てきます。リレーではあっても運ぶ人が変われば伝統も変わってくるのです。この部分の譜面の指示は少しリタルダンドです。しかし通常ここはとても極端にリタルダンドします。なぜかというと、この後のフェルマータまできちんと正確なテンポを保つのが難しいからなのでしょう。多分指揮者とオーケストラの一種の妥協からこのような演奏の伝統が生まれたのではないかと私は思います。指揮者が遅くし始め、オーケストラが指揮に従い、それから互いに期待し合って、テンポはだんだん過剰に遅くなっていったのではないでしょうか。フルト・ベングラーは、伝統とは一番新しい最低の演奏であり同時に最悪な思い出だと言っています。
人生とは驚きです。それは退屈な予測を避けることです。それは音楽についても同じことが言えるのです。テンポを遅くしたり不協和音を使ったりすることには理由があるのです。それは単なる偶然ではありません。驚きを作り出して本物の音楽を生み出すためなのです。